決勝第2試合紹介します。先攻青コーナードタマ、後攻赤コーナー燃えるゴミ。ドタマにビート選択権、尺の選択権があります。まずは DJ リュウ。DJ ジン。DJ ビート。ビートしようね。DJ ビート。8小節4本か16小節2本があります。どっち？あ、8ですよ。8小節4。それでは行きましょう。準決勝第2試合、先攻青コーナードタマ、後攻赤コーナー燃えるゴミ。DJ はビート、8小節4本です。行きましょう。DJ ビート、レディー、ファイト。イエー、先行でもいたって冷静、ライカ怒りゲットのように落ち着き払う、そしてフィーゴのようにリキッドルーム沸かす。イエー、ボスザ MC のスタイルも閉店でパクる、ごめんなさいよ、それが俺のライカカメレオンみたいなもんだ、待てねえよ決勝のアル君まで、だから燃えるゴミ君を完全燃焼させます。目の前の敵は俺じゃない、自分自身だ、それを忘れんな、もう一度リメンバー、お前が最初ビート走らずにキーポンしたけど走ってマジ残念だよ、結局このビートに合わせろ、選んだのはお前だろ、しっかりとしたチョイスと、お前たちの認めと目を判断、認めろ俺ここから登る世界だ、だからこれが俺のやり方なんです、残念ですって言われるのもほんと勘弁です。いえ、燃えるゴミ完全燃焼させる、ライブぶつけるのは顔面でしょ、いえ燃えるゴミくん、でもやっぱり君は燃えるゴミなんかじゃないよ、でも優勝すんのあんたじゃないよ、俺が持ってるスキル半端じゃねえよ、半端じゃねえ確かに、でもギャグセンス低めで面白くない、お前顔面じゃなくて心に打ち込め、ライブは脳みそのバレットにパンチラインを詰めて、口が重厚ならお前の心臓を一発で撃ち抜く、俺がマイクを持つ理由ここにある、いやちょうどスーツ着てるから撃ち抜けると言われても、マトリックスのエージェントみたいにこうキュ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 って全部避けます、いや全然平然としてるね、つうか宮崎帰れよさっさと、交通費出してやるから俺のライブにはないぜ昇級士、いやお前ここで終わりになるからどういう風にまとめます、やっぱあんたカスあじゃなくてゴミあじゃなかった、でも俺それ入れるゴミ箱の容器になって受け止めてあげます、わからん、お前の言っとることが全くわからん、ライカなんちゃらライカなんちゃら一つにまとめろ、お前がまとめろ先生みたいななりしてんぞ、こいつにレクチャーされることは一つもねえ、今日の DJ とプレイヤーそいつらのフレーバー俺は全て吐き出してるぜ、お前も返してみな、チェゲ、いやうめえやとか言ってるけどやっぱゴミだからなんか因果ネタくせえや、はっきり言って超ダセえよ、てか俺が先生、あそれほんと褒め言葉、 KRS-1 に変わってヒップホップの師匠になるな俺だ、いやお前らよくチェックしな、燃えるゴミ押せるときわからない、また赤いパーカーが真っ赤になる、俺の顔の赤は青で照らされてるからちょうどよく中和されている、今現場 OK なんてかわかんねえんだよ、俺はマイクで伝えてネタくせえとかライブがどうこうとかフローがどうこうとかこいつ口がうるせえ、だから俺はふさぎに来たぜ、えよわかんだろこの意味が、お前が味方を見つけた会場を全て根こそぎいただく、去年の俺を思い出してジャックダイ副に病棟変わるからチェケラ終了。それでは判定お願いします。先攻青コーナードタマ、後攻赤コーナー燃えるゴミ。まずはドタマ。それでは開始お願いします。レディージャッジ。赤延長。それでは先攻の燃えるゴミにビート選んでもらいましょう。まずは DJ ジン。
はジン。84と162があります。84、準決勝最後の試合です。延長これで決めましょう。先攻青コーナー燃えるゴミ、後攻赤コーナードタマ。 DJ ジンレディーファイ。なんだかんだ言ったって俺が勝つことは証明されてる。お前は逆転は無理だとか言ったのに、まあ見た目からして単なるバディマン。興味が目合わせる価値観、価値観だってで確かめな。今年は頂点をいただきたい。この一心にかけてるライブ飛ばすプレー。ライブじゃなくてバトルだろう。ライブの間違いだろう。俺の聞き間違いだったらごめん。でもつけてるのはおめん、じゃなくて勝つのは俺。どれのビートでもこのカンパニーフロー全盛期でも俺やってるぜ。経験値上げていくぜ。正々堂々戦い続けるこんなラッパー、どうですかこいつ。コアッパじゃなくて認めてやるぜ。宮崎へ行っても知らねえけど先駆けになってるのは俺の方だぜ。行ってやるぜ明日へ GO。 俺に勝ったらあげる経験値でも俺この場所で起こすてっぺん値だって。お前全くないメッセージ、まるでアイドルの AKB。 芸能性わかるだろこれ。糸玉色物は勝てねってことだ。なぜなら情熱で語りかけてれ。お前のその声聞かしてみれ。あのなライブもしっかりやって音源も4枚出してんだよ俺は。つうか AKB に行ったけど、あの来年、あの来月アルバムあの他にあのアイドルの歌詞も書きました。こんなこともやってます。確かに色物かもしれないけどヒップホップは全部愛してる。だからこのままそのまま人通り広げていきたいよ。そして日本全国お茶の間でヒップホップが流れればいいと思って俺はやってる。それでマイクを持ってるからお前は本当に怒ってないだろう。いや怒ってないよ。それだってお前がはぐらかすから話になんねえ。まるで鼻毛さっき言われてた伸びてるぜ。俺がカットしてやろうかお前の首元と一緒に。まるでトラッととろけるようなチーズ、イタリアンは嫌い俺は和風。ワニュー、どうとやりたかったこと全部でも俺が勝つからばっかせってみて。なんか聞き取れねえ。こいつがバトルの質下げる。マイクを持つのをいつやめる。これが俺と音楽の絆です。ぶっ飛ばす中東イスラエル。俺がビートの音を歪ませる。てめえは俺にいつ勝てる。てめえの気分を沈ませる。気はねえだろお前ちゃんとイン踏んだけれどブレてる重心。俺はブレさずに切っとる。お前たちの鼓膜と心臓を打ち抜く。まるで俺はゴルゴ13生物だぜ。腐らずいただきフラッピー。あどけない顔してるけど出てないアドレナリン。それじゃ俺は囲めない。だから俺はここでまとめたい。こいつの死体をばらけさしバス馬刺しにして食ってやるよ。あんたんとこの名物だろ。いや栃木に一回来いよ。でも今は東京。いやさっきも言ったけどマイク持って立って頂点に立ってるやつが東京代表なんだ。終了。決めましょう。どちらか一方声上げてください。やばかったね。やばかったと思います。どちらか一方その声聞かせてください。お願いします。先攻青コーナー燃えるゴミ、後攻赤コーナードタマ。まずはドタマ。それでは行きましょう。レディージャッジ。赤勝者ドタマ。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。2013年だいぶ惜しいところまで行きましたけど、はい、どうでした。いや悔しいっすね。悔しいよね。ドタマさんうまいっすね。うまいな。はい、うん、なんか敗因とかありました。うん、うん、やっぱり、うん、自分に負けたそうですね。自分に負けた。はい、出し切れなかったってことかな。はい、いや、出し切ったっすけど大事なとこで押せなかったっていう弱さっすね。なるほど。はい、またね、来年も UMB ありますけども。何やってません。
来年は出ません、はい、来年は何してるんですか。来年は音源制作を。音源制作、はい、アルバムを。なるほど。いつ頃どこで聴けるんですか。まあ来年の夏までには、うん、心折れてるやん来年の夏までには元気出して。はい、そんな、はい、そんな、本戦で何回目負けるの。本戦は2回です。2回目、はい、いける。まだまだいける。まだまだいけるよ本当にね、いけると思います。はい、だからやってください。はい、ありがとうございます。なんか一回止まるとね、なかなか最前線に戻るの難しいから。そうですね、うん、走り続ける方がいいと思う。はい、うん、みんな期待してると思うから。はい、ありがとうございます。まあ音源の方ももちろん期待してるから、そうですね、こっちの方も楽しみに待ってるんで、はい、2014年もよかったらこのステージ変えてきてください。はい、今日はありがとう。